会社はな、学校じゃねえんだよ。まったりゆったり喋るだけ、残業たっぷり社会人寸胴と研究大好き大学博士みたらしが送る自由でシュールな放課後トーク。カルミアライディオ。会社はな、学校じゃねえんだよ。どうも寸胴です。いや、会社は違う、学校は会社、ん？会社は学校ですよ。どうもみたらしです。会社は学校じゃねえんだよっていうね、あのアベマでやってるドラマがあるんですよ。ああ、なんか言ってました ね、 ね、はい、実業家のね、若い実業家があの奮闘するドラマです。あの寸胴さんがアベマ TV 見てることに驚きを隠せない話ですよね。あれめっちゃおもろいから、めっちゃおもろいから。おもろいから見た方がいいよ。気が向いたら見ます。ドラマなかなか見ないんで。あれはね、俺ドラマそんなに続かない人だけど、あの今シーズン2っぽいのがやってるんですけど、はい、シーズン2まで続いてますね。あ、1も見て、はい、2も見る。はい、そう、そういうことです。はい、というわけで本日は僕の会社のね、あの人で、うん、マッチングアプリにどっぷりハマっている人がいまして、まあその人の話をちょっとしたいなと思うんですけど。これ今こっから会社は学校じゃないという話につながってくんですか？あ、ごめんなさい、忘れてください、さっきのやつ。一回もうすっきりしてください。絶対に忘れません。あれはね、僕のおすすめの、おすすめを紹介する時間なので、最初は。はい、忘れました、うん、はい。で、僕の会社のね人で、ちょっとマッチングアプリにどっぷりハマってる人がいて。ドッチングアプリに、でね、マップリ、ドッチングアプリにマップリ。はい、そう。で、その人ね、あの、まあ、社会人1年目の子なんですけど。ああ、一番気持ちいい時ですよね、マッチングアプリが。そう。はいはい、で、ね、年齢としてはね、あの僕とそんなに変わらなくて、ほう、前ちょっと、まあいろいろしてる方なんで、うん、まあ、一応年下なんだけど、まあ、20代後半ぐらいの、あ、なるほど、人で、あ、じゃあそこまで気持ちよくないですね。うん、まあ、でその人があの高校が男子校だったのかな。あ、気持ちよくなりそう。はい、大学もそんな工学部だって言ってたから、でも文科学系って言ってたから、うん、女の子がまあ大学ではいないっていう環境じゃなかったと思うんだけど、まあ、高校は男子校なんで、はいはい、そんなに女性経験というか女性慣れをあんまりしてない感じなんですね。はいはいはい。で、その人がね、僕が8月から入社をして、でその8月とか9月の頭までは多分マッチングアプリの話は全くなかったんで、うん、まあ、2、3ヶ月前ぐらいからちょっとマッチングアプリにね、あの手を出してると思うんですよ。あ、それはあのこっそり懐で温めてたとかじゃなくて、もう本当に最近始めた、うん、本当に、はいはいはい、本当にそうなんですよ。まあ、さっきも言ったけど、その結構女性慣れをしてなくて、うん、で本人曰くその女性と二人になってもなんかちょっとおどおどしちゃうみたいな、はい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 、いう、あのなんか歌ってるね。歌ってる、なんか嫁が歌って、ああ歌ってるね。え、あ、歌ってるの、ルンルンルンで来てましたけど。置いといて。はい、あのそうで、おどおどしちゃうらしいんですよ。はいはい。で、じゃあそんな人うまくいかんのじゃねと思ったら、すごい今どっぷりハマってて、うん、マッチングが何3個か4個ぐらいアプリを入れてて、ほう、で、あれ課金しないと多分メッセージが確かできないんですね。大体そうですよね。うん。で、なんで、まあ、その4つのアプリに課金をして、あ、全部に。うん。で、あの、ここ1、2ヶ月の戦歴をちょっと聞いてるんですけど、結構ね、はいはい、うまくいってるっぽいんですよ。うん、結構本当にもう両手じゃ数えきれないぐらいの女性と何にマッチして。
それうまくいってる。うん、はいはいはい。まあ、目的がちょっとね。いやマッチング、その最終目的が彼女を作るっていうのであれば別にうまくはいってないような気はするんですけど、マッチングアプリって名前の通りマッチングするためのアプリでしょ。あ、だからマッチングは成功してんだっていうことですね。マッチングはね成功してるってことなんですね、まあ、はいはいはい。そのみだれさんの言いたいこともすごいわかるんですけどなるほどそう、ほんでなんかあったりもしてるのかな、うん、してるっていう話は聞いてて、はいはい。ですごい連絡も取り合ったりしてて、うん。でまあご飯行ったりしてますよって話はまあ何回か聞いてて、うん。でその子が最近でまあ誰だと今度ご飯行くんですよって話を僕が聞いてて、うん、でその後行った話をね、まあ、聞いたんですよ。はい。行きましたよって話聞いて。でなんか平日に行ったのかな、平日にご飯に行って、でその日に、うん、その日の12時ぐらいかなに LINE が直接僕の方に来て、夜の12時に、夜の、はいはいはい。まあ、その人はD なんですよあー、え、 D の意思を受け継ぐ方、 D の意思を、まあ、でも複雑なんだけど D だけど D じゃないっていう、そのプロは経験してますけど俗に言うね、まあ、D の方で、そう、初心者 D ね、後ろ D なんですけど、はいはいはい、でその日になんか12時ぐらいに LINE が来まして、夜の、うん、でこれでもう完全体ですわって LINE が来たんですよ。え、申請、え、これでもう完全体ですよっていう LINE を僕は見まして、はいはい、ついにやったのかっていう、はいはいはい、話をしたところ無事 D 卒業しましたと。 P D、 あ、 D、 D ね、はいはいはい、 D 卒業しましたという、まあ、なるほど、報告を受けました。え、平日の夜平日の夜です。なるほどね。あ、平日の夜になんかね、何しとんじゃって思いとさ、ちょっと羨ましいなって思いと、なんかいろいろ混ざってねいやー、平日の夜でも行くんですね。その日は悶々としながら寝ましたけど、いや、寝れなかったです。なんかもうすごいね、意気揚々と話してて、でもね、結局その子はその卒業した人と付き合ったりはしてないんですよ。でしょうね、うん、その感じ。もう怪しい匂いはプンプンしてますけど、もうなんかそういうのじゃないのが楽しくなっちゃったんでしょうね。彼女欲しいとかじゃなくて、うん、うん、なんかそんな感じで、その相手の女性の方もなんかその日は別に、まあ別にその日はというか、もうその本気の恋愛はする気はないよみたいな感じで来てたらしいんですね。なるほど、なるほどね、びっくりドンキーですね、はい、びっくりドンキーですね、うん、そういう女性みたいだったんですけど、はいはい、その夜交えてからなんか変わったみたいでその今度次の日からは女性の方からちょっとお昼も会おうよみたいな、ちょっと普通に昼間のデートもしようよみたいな、あ、いうね、その同じ誘いの女の子から、そう、同じ子から来てたみたいなんですけど、その子ってか、まあ、その会社の人曰く、あ、ダリーなっつって、さすがにめんどくせえなっつって、さすがにダリーな、ちょっとそういうのじゃないからっつって、じゃあそういうのを言ってないから、あのうちそういうのやってないから、うん、うん、そうそう、もう済んだからよっつってみたいな感じでね、もう、はいはいはい、もうなんか何日も連絡をね取ってないみたいですけど、なあ、もう確実にね、あの顔写真のとこに炭っていうあの反抗して、もう次行ってますね、うん、反抗されてますね。まあでもその人しか、まあ行為は及んでないんで、ね、確かに、ここもちょっとねまるで100人ぐらいの雰囲気出てますね。なんか変な自信がついちゃってる感じはしてますけど、はいはいはい、うん、何なんだろうね、なんかそういうのって普通なのかなとも思い出してるんだけど、俺の中では。そういうマッチングアプリで付き合わず、ああ、そういう
行為に及んじゃって終わりみたいな。まあそういう人もいると思いますよ、うん、たくさん。僕も友達に何人かいますね、しっかりめに、うん、いるいるって話は聞くけどさ、実際に身近でいたことがないからさ。あまあ確かにね、よう見渡せばいっぱいいるんでしょうけど、うん、まあでもそのあれですね、僕のそのなんだ、うん、友達でもう、うん、ねこういろんな女に手を出し、うん、品を出しとか控えしてた人はもうなんかね、うん、ツイッターとかインスタ依存症、まあ、TikTok とかよく見ちゃう、うん、もう暇さえあれば見ちゃう人いるじゃないですか、うん、もうそれと同じスピードでもうひたすらマッチングアプリ見て、ずっとこうあのこう、うん、マッチングアプリって左右にこうスワイプしていくんですけど、あだもうふってそいつの顔見たらもうあのスマホをこう横にひたすらスワイプしてるんで反射神経や。いやなんかもうねそういう病気です、あれは。ほとんどすごいな、そういう感じになっていくんだ。うん、だ多分その人もトランプのスピードみたいだね。うん、そういう感じになってると思いますよ今休み時間とか。あ今思い出したけど、その一時なんか休みの日8時間ぐらいマッチングアプリ開いてましたって言ってたわね、そういうもんなんですよ。完全に依存してましたね。うん、まあ実質 SNS みたいなもんなんでね。うん、やられましたねそれは。でもそこあのむずくない、その、まあ、今回さ、その先にねあの交わりがあったじゃん。はい。でまず、あ、最初はまあ最初はか分かんないけど、女性の方はあのそういう目的で来てましたと。うん、で男性側はまあそうでもないけどみたいな、うん、で交わるじゃん、はい、そっから付き合えるのかな。どっち目線でですか。どっちも目線でなんかそのよく言うのは、うん、やっぱり男性的にはその付き合うまでがこうゴールじゃないですか、なんとなく。そうね。で女性的には付き合って、うんうのがこうスタートラインみたいな、うんうん、でね、まあ、今回はねおせっせになったんですけどだからその男性側からしたら、ね、うん、おせっせがゴールであって、女性から見たらまあスタートラインに見えたりするんじゃないですか、うん、だからまあでもなんか初めての方ですよおせっせまあ確かに、いやまあそれでもやっぱりそこがこう、うん、なんいやまあ分かんないですけどね、神格化してたんじゃないですか。もうそれさえできればもう変わるんだみたいなね。うん、でも、まあ、結構写真とかも見せてもらうんですよ、そのお相手のね。はいはい。その人から。うん、まあ、今回その住みボタンが押された方はまあ個人的にはですよ、個人的にはそんなにまあね、うん、まあ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 って感じの方でしたねあ、まあ一言で言うと可愛くないと。いやいやいや、まあ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 の人。ああ。うん、本当に本当にまあ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 、うん、まあうんの方でしょ。何がとは言わんすけど別に。はいはいはい。うん。まあただ羨ましいなと思います。羨ましがってんな。なんかね、楽しくない、そのね。そのね駆け引きみたいな。いやーなんか多分楽しさもあるとは思うんですけど、うん、なんかちょっとだけね、あの私みたらしもちょっとだけやったことあるんですけど、うん、あの初めての方と初めての方とで出会って初めての方と出会って初めての方と D、うん、D の意思ですか。あ違う違う、そのマッチングアプリで初めて会う方と染めると。いやまあそれはちょっと何言うとよく分かんないんですけどもちょっとだけやったことがあって、はい、その時はやっぱりもうね、うん、なんだひたすらめんどくさすぎて、ああそのちょめちょめか。いやもう連絡をね、知らない人と連絡取るわけじゃないですか。ああそうだね。
まあそれを何回も繰り返すわけですよ。うん、まあ、僕はそんな張り付いてなかったんでたくさんやってなかったですけど、うん、やってる人はね本当にあの何人もの人と同時にね、うん、ひたすらやり取りするわけだと思うんですけど、もうちょっとねだるすぎません？多分才能ないね。ちょっとだるすぎるんです。才能ないよ。いやいや、そういうのが楽しいんじゃん。いやだからそれは多分人によると思います。僕はちょっとそういうマメに連絡するとかそういうの嫌いなんですよ、どっちかというと。まあそうだよね、すぐ財布とか落としちゃうもんね。そう、マメに財布確認するの苦手なんで。ちょっとね、まあ合う合わないがあって僕は合いませんでしたっていうね、うん、そういうのが好きな人は、うん、まあこうやってあの抜け出せなくなるみたいなんで本当に良かったですね、うん、早めに抜け出して、うん、ずんどうさんが誰の話。あ、僕か。いや僕は永遠にどっぷり疲れるタイプなんで別に。あ、いやだからもうそれにもしね、なんかどっかのタイミングでどっぷりハマってたら、なんか多分今頃ね、あのどっかの路地裏で、うん、打ちしてたね、うん、のた打ち回ってたことでしょう。まあでもその人がね、あのその人っていうかその女性の方が、まあつつもたせとかじゃなくてよかったかなと個人的には思ってますけど。いやー、まあ今時はもう、いないかな。いやそれはもちろんゼロではないですけど、こう一般的に使う人がかなり増えてるんで、うん、まあ普通の女の子が大丈夫なんかね使ってると思いますよ。もう個人的にはそのお昼のデートもう行かないとは言ってるんですけど、うん、あの一回お昼のデートに行ってもらって、あの怖いお兄さんたちが出てきたらちょっとだけ面白いかなと思いね、あの楽しんでますけども。いや、怖いお兄さん出てこなくともこう、うん、2,3 回会った後にこう背中に包丁突きつけられるみたいな、うん、ワクテカ展開はお待ちしております、うん。まあそしたら別に僕が守ってあげるんで別に。女の子をね。対刃物男 大好きじゃないわ。好物というかあのね、対策はできてるんで。ああ、なるほどね。はいはい。うん。というところですよ。どうです、みだれさん。何がですか、総評を。総評をね。総評うん。まあ、もうちょっとね、アプリハマるの早かった。うん、たらよかったのになっていうとこはありつつ、あ、いや、うん、その後輩の子に対してね、うん、ちょっと年齢的にもうそろそろ落ち着いた方が、ね、世間的にはいいんじゃないっていう年齢なんで、まあ、ちょっと早い方がよかったなっていうのはありつつ、うん、まあ、うん、1,2 年遊んだらいいんじゃないですかっていう感じです、うん、それはある。うん、今が一番気持ちいいんでしょう。いろんな意味で。ご本人曰くめんどくさいらしいっす。あれ。いや、まあ一番気持ちいいんすよ、今がね。いろんな意味でっつって。いろんな意味で。はい。まあ皆さんは正しい使い方をしていただいて、幸せになっていただければと思いますので。あ、そうですね。じゃんじゃんじゃん。どんどん。マッチングアプリを。使ってください。よいしょ。マッチングアプリの案件お待ちしておりますと。お待ちしておりません。はい、それではいってらっしゃい。おやすみなさい。おやすみなさい。